えー、こっちは俺は転売で稼いでるぜ。ひろゆきは転売する人どう思うだいごは何の好きなも残らないとか言ってるけど、それってユーチューバーとかサイトでセミの年して売ってる女も同意じゃねえと思ったけど、転売は世間から風当たりが強い気がするから俺は無能なんだわ。その転売って大体、その勝者の転売っちゃ転売なんですよね。あの、例えばあの、アリババっていう中国のサイトから、なんかあの、ボールペンを100個買うと、なんかあの500円みたいなのがあって、で、それを100個買って、で、なんか1 30円で日本円でで売売るとかも転売なんですよなのであのセンスのいい人って割とそういう感じでいろいろ安く買い叩いてあの高く売るっていうのをやるんですけどでそれをどんどん広げていける人であれば別にいいと思うんですよね転売続けても。ただたまたまこの商品の転売だけでうまくやってますでも他の商品については分かりませんとか要は海外から仕入れるとかってやり方分かんないよねとかでせいぜいそのなんか中古の中か。 あのブックオフをめぐってでそこで見つけたやつをなんかアマゾンで売り回すぐらいだとやっぱり規模が広がらないんですよね。なのであの自分から規模が広がられるっていうタイプの人であれば転売屋でやり続けるのもありっちゃありなんですけどなのでそこらへんはあのどれぐらいの売り上げがあるのかとかその要は転売以外の仕事をやる気がないのかっていうそこらへんの覚悟によるんじゃないかなと思います。